西川、大幅アップ。オリックス、西川龍馬外野手が22日、大阪舞島の球団施設で契約更改に臨んだ。複数年契約を結んでおり、移籍1年目の年俸1億2000万円から1億8000万円アップの年俸3億円でサインした。昨オフに FA で広島から加入した天才打者は、19年に並ぶキャリア最多138試合に出場も、打率2割5分8厘、7本塁打46打点。自分が思っていたのと、終わってみての数字にだいぶ誤差があった。あんまりいいシーズンではなかったかなと。数字が足りないのは自分でもわかっているので、しっかり来年やりますってのは伝えましたと、来季にかける思いを口にした。また、球団側には、テラスを作ってくれって言いました。他球団を見ていて、守っていても打っていても思うので、多分無理と思うんですけど。と、本拠地、京セラドームにホームランテラス設立を要望したことも明かした。下がってもおかしくない成績だが、そういう契約なら仕方がないのかな。今年のオリックスの先輩だよな、守りもパッとしないんだから、しっかり打ってくれ。京セラにホームランテラスって甲子園の中間ならわかるけど、中学生レベルやんか西川よ、恥ずかしいわ。交流戦跳ねちゃうった、セリーグ移籍、トレードしてはどうか。ルール上しょうがないけど、あれで年俸3億だと思うと頭痛くなるな。どう考えても、年俸のアップと成績が見合っていないと思う。嘘だろう、本当かよ、オリックスおかしいんじゃね。俺自身は普通の人間だと思うが、俺のがおかしいのか、またまただな。作ってほしいなら年俸返上しろ。こんな成績で3億恥ずかしい。この成績で大幅アップとはすごいな。成績いまいちでも FA 複数年契約でうまいことやったね。ホームランテラスねえ。受粉の守備範囲が狭いからといって、それはさすがに。カープじゃ、ここまでの年俸は到底払えません。移籍して大正解じゃったな。この成績で年俸アップって思ったけど FA 時の契約かな。